一般財団法人大阪府交通安全協会は、大阪府下の交通事故を防止するため、交通安全思想の公用と交通マナーの向上を図り、安全で安心な交通社会の実現を目指すことを目的として設立された団体である。最寄り駅は地下鉄中央線、谷町四丁目駅、京阪本線、天間橋駅である。 大阪府内の地区交通安全協会を統括する交通安全協会で大阪府内での季節単位で開催する交通安全運動をはじめ自動車、自動二輪車の運転免許更新の伝達、更新事務、申請書や収入証紙の委託販売業務、自転車などに貼る反射シールや車輪のスポークに貼る反射材などの交通安全グッズの販布、 交通安全功労者の表彰及び国や全国法人への表彰推薦などを事業としている。大阪府警からの委託で運転免許証の更新事項集を昭和47年から40年間にわたって受注してきた。委託料は全収入の3分の1にあたる。大阪府警が一般競争入札を導入し民間企業が落札したため2013年度中に 全職員の半数にあたる200人をリストラすることになった。目的と遠隔一般財団法人大阪府交通安全協会2011大阪府交通安全協会200人規模リストラ民間企業に入札せりまけで MSN3K ニュースオリジナルの2013年3月6日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/web/20130308083855/http://sankei.jpmsn.comlifenews13306trd13 兆306億210万 1n1htm ありがとうございます